対するは伊佐圭だね。伊佐圭からね。いやー、伊佐圭さんちょっと見てると、はい、結構いい意味でなんですけど、うん、見ててうわ大会で当たりたくねーっていう動きしますよね。あーすげー、いろんなさ管理がうますぎて、はいはいはい、圧すごいんですよね。 C4 置かれてるだけであんなに圧あるプレイヤーって多分、うん、なかなかいないと、飛び道具の扱いに長けているというか、飛び道具というか火器の扱いに長けている、うん、そう火器の扱いに長けている。何も関わらず DA のセンスはピカイチという。そうですね、一体どこが弱点なのか。ジョイプレイヤーに弱点はないんですかね。ないのかもしれないですね。あ、若い女の子と無才おっさん、スネーク対陸なんです戦場初めてですかね。今日はあんま見てない気がします。原作愛のかけらもなさそうな紹介から始まりましたけど、ちょっと喋ることなくて戦場なんですね。はい、戦場ですね。ただ CMO から DA で 35%、どうなってるんでしょう。いやまあ 40% ね、それぐらいのやつはね。クーシタヨコスマ 94% 高っ。まだ30秒経ってませんよ。さあ復帰阻止の展開、これ変えれんの本当に。これは変えさなかったですね、うん、辻さん側が。今の ミスじゃないです。ただダッシュ A からウェスマ置いておく、ちょっとちょっとこれはウェスマ置いてジャンプで逃げさせないところ。そうですね、回避とかでライン回復してたら上強でアボンでしたけど、さあダッシュ A バシカリガードしきって、その後の回避をケアして空砲で反撃、ガード漏れには空砲で押す。そうですね、しっかりと C4 に反応してシールドを張ったんですけど、さあこれ回避まずいよ、まずいよ、本当にまずいよ。さあ復帰阻止が終わらないっす。締め切りましたね、やっぱりね、締め切りましたね、うん、この男をターンを取らせたら要注意ですね。要注意人物ですね、うん、もう手配ですよ。さあ上京地獄当たって 128% ダッシュ、これがうまいんですよ、ね、はい、おっとカウンター使ったことで、おお横強で頭出たところには、うん、しっかり投手を強いと。あそこでなんかね、こう崖のセットプレー仕掛けに行く、上様とか置いてセットプレー仕掛けに行くみたいなのもあると思うんですけど、うん、ちゃんと見てましたね、見てますね。さあつかみにはダッシュで押し置き、掛けのセットプレー、台を利用して安全に帰ってくる、冷静ですね。掛けのね、ウエスマーとか手段いっぱい置かれちゃったりすると、どうしていいか分かんなくなっちゃったりするのが、はい、結構上位プレイヤーでもあったりするんですけど、うん、さあ浮かせて空中へ、うまっ、ウエスマーシュータン爆発して、これは爆発まで見えてた三崎スネークだが、掴みはその場で避けて爆弾。どんだけ使うのうまいんですか、ね、それら。火器の扱いうますぎですね。さあ空中前から上強で、なんかネオアームストロング、ウサイコロンちょっとアームストロング砲みたいなの仕掛けてましたけどね。そう、あね、それで一番下の台に縛りつけて、そこで上強を仕掛けてね、ねえ、ね、なんとかじゃねえか多いってやつですよね。あまあでもいいですけど、はい。さあ上の展開、これは厳しい。空中前で横に出す選択肢、横に出せ、回避を誘って、うん、横スマでやりきりました。そうですね、今のは背中向いちゃってたのもちょっと難しそうでしたね。そうですね、確かに背中を向いてると崖移動限りで崖を掴む範囲が狭まっちゃうんで、うん、どうしても先出しでね、そうそう、崖上に乗りなくなっちゃう。あ、そう、完成度高いな、多いんだな、そうね。はい、すいません、ちょっと切れ、すいません、いや、じゃあ本気で今拾いたかったんですけど、ちょっとなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、もう僕、今、試合よりもちょっと正直、頭の中、ネオアームストロング、ジェットサイクル、アームズサイクルになっちゃう方で、頭いっぱいでした。はい、ということでね、まあ、基礎だけでやりました、ね、そうですね、本当に。サンストキトン、基礎ですか。そうですね。さあ、今度は、スマムラ。スマムラですね。さあ、スクー下から。集団持って、うお、そこに突っ込んでくる読みで投げて、集団と一緒にリターンを取っていく、その回避が読めてるの、空下をロリスクに振るのがうまいですね、うまいですね、本当に、回避のタイミングで空下を振って、うん、ガードされても空下だから、あんまり痛い反撃をもらわないという、うん、さあ、空中後ろ読んで、ギリギリまで待ったら空中の、さあ、この展開、うわ、集団持ったところ、何かしてくるということで投げに行く。対スネークの教科書みたいな始まりですね。本当ですよ。さあ逃さない反撃。
今のね、当たるとも思わなかったですけど、ちゃんと反撃取れましたね、取れるっつって。そうですね、うん、あ、これちょっと怪しいですよ。やばい、これちょっとね、怪しいですよ、これしっかりと帰ってきたいところなんですけど、ルキナの復帰力高すぎて、ちょっと弱ってる。いつ終わんの、これいつ終わんの、これいつ終わんの、上から帰ってきたいところ。いつじ止まんねえ、終わんねえっす、終わんねえっす、これさあなんとか終わったと思ったけど終わんねえっす。どうすりゃいいのこれ。うわー、ちゃんとしっかりここで暴れを通す。いやこういう時はね、シールドで待ち構えてるんですね。そうですね、多分あれ以外攻撃の選択肢ないだろうってことで、うん、ガードでしっかり見てましたね、うん、他の選択肢だったらガードで多分解決できてたんで、うん、最善択の用意ができてます。さあ上投げ、空中へ、ようだし、高いよ、まずいよ、これはまずいよ、越前あさあ横綱、ちょっといつ終わるんですかこれ。空中しろ手榴弾利用して復帰、復帰もしなく、あ、今の睨み熱いですね、熱いですね、ここの近距離をまず制限、そんな我慢するんだ今回は、ねえ、全部ウエストまで、いや、あのね、本当に